休憩前に引き続き会議を再開いたします。日程第2、議案第50号付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。はい、川野議員。はい、14番、その議案第50号についてお伺いします。その在宅医療介護連携推進協議会、長井町認知症初期集中支援チーム検討委員会、いずれも、介護保険等々、に関わる部分なんですが、審査が総務委員会で行われるという状況の中で伺いたいというふうに思います。まずその在宅医療介護連携推進協議会ですけれども、おおむねここに書いてある事業を行う予定でしょうが、その20人以内ということで、どういう構成でですね、こうした協議会を作られるのかですね、そこと、ここに書いてあるように各分野による多職種間の連携という形でありますので、その職種間、職種も含めてですね、答弁をいただきたいというふうに思います。それと長谷町認知症初期集中支援チームですけれども、これも、チームの課題抽出と検証というふうになりますけれども、この課題抽出検証という、課題抽出ですね、この部分を、どういうふうな形で抽出される課題を、こういうものが課題だというふうな形で、やろうと考えているのかですね。というのも、先日我々委員会は、埼玉県の和光市に視察をさせていただいたときに、ここはこうした課題を抽出するのに、アンケートをですね、すべての対象者ですかね、65歳以上でしたかね、のアンケートを取って、何がこう課題なのかというところをですね、取り上げて、その課題に向けて問題解決を図ろうというふうな事業を取り組んでました。で、そういう課題抽出の仕方もされる予定があるのかですね。もう一つ、関係機関のおよび地域というふうな言葉が入っております。で、この地域というのが、どこを、いわゆる自治会なのかですね、どういう自治会ともこういう地域との連携という形では、どういう形でこの自治会とその連携をしていこうという考えがあるのかですね、その3つをお伺いしたいというふうに思います。辻田介護保険課長。1点目の、ご質問でございますが、協議会の委員ということで、20名ということで、しております。内訳としましては、医療機関、介護関係者、関係行政機関、それと、学識経験者を有する者、それと、住民代表と、町の関係部局等を、挙げております。で、医療、各多職種ということでございますが、医療関係者につきましても、医師をはじめ、歯科医、看護師等ございますので、そういった方々、介護関係者というのも、施設職員もおりますし、ケアマネージャーという職種もありますので、その他、作業療法士、理学療法士等も、資格を有する方がございますので、そういった方々の、多職種連携ということで、今回、協議会の方の付属機関ということで挙げております。2点目の、認知症初期集中支援チームでございますが、これにつきましては現在、初期集中支援チーム自体が、立ち上がってございませんので、まず、そういった検討を始める前の、どういった職種の方が、必要かということから、議題に入りたいと考えておりますので、今回補正で、お願いしている分の、準備会というのを、立ち上げまして、そこで、医師等介護関係者などを、とりあえず
こちらの方を任意で抽出いたしまして、協議をお願いしまして、まずはどういった方々が認知症集中に当たるためには必要かという人選から入っていきたいと思っております。その後、初期集中支援チームを立ち上げた段階で、検討課題、どういった長与町での方向性を示すも協議を重ねていきたいと思っておりますので、今現在まだ立ち上がっていない段階ですので、具体的な内容についてはちょっと分かりかねます。次に、こちらの方、在宅にしろ、初期集中支援チームにしろ、地域というのが、課題になってくるかと思いますけれども、今現在この委員につきましては、住民代表ということで、民生委員の方、それと、コミュニティ関係の、今のところ事務局長ということで、そちらの方に、コミュニティを中心とした、啓発等もございますので、そういった方々を、まずこちらの方会議に参加いただきまして、自治会とコミュニティの含めて、協議をさせていただきたいと考えております。以上です。よろしいでしょうか。金木、その一つは、まだこれからということですけど、その課題の抽出方法というのも、これから検討していくというふうな形でよろしいのかですね。そこが一つと、その地域との連携というふうな部分で、今サロンだとかいろんな取り組みをやられている地域もありますけども、全ての、自治会でできているわけではないわけです。で、こういう課題ができてきたときに、やっぱりその体制ができている地域と、ない地域と多分あると思うんですよね。でこういう場合にどういうふうな対応されていくのかですね。もう単純に地域というふうな形で呼びかけられてもなかなか答えられない部分があるというふうに思うんですけども、これについても今後検討されていくというふうな話なのかなですかなと思いますが、なんか具体的なものがあれば教えていただきたいと思います。辻田介護保険課長。先ほどの、課題ということでございますが、これにつきましては、今現在、4月から、地域包括ケアコーディネーターということで、認知症関係の、講座とか部分も、住民に出向いて、地域等の、橋渡しをしているわけでございますが、そういった方々も、当然こちらの方に入りますので、そういった方の地元の声とを含めまして、今後、課題については検討していきたいと考えております。それから、地域ということでございますが、地域包括ケアシステムの推進のために、ケア会議等の、設立が、こちらの方が問題になっているんですけれども、今の想定では、コミュニティ単位を、ケア会議の問題抽出等を含めた会議の場ということで、できないかなということでこちらの方は模索している段階ですけれども、そういった会議に積極的に、こういったコーディネーター等の参加をしまして、地域の課題を吸い上げるということの方向性で今、できないものかというふうに考えております。以上です。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第50号は総務文教常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第50号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第50号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。次に日程第3、議案第51号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第51号は総務文教常任委員会に付託します。お別れします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第51号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第51号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。次に日程第4、議案第52号、長谷町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第52号は産業構成常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第52号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議はありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第52号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第5、議案第53号、平成29年度長谷町一般会計補正予算第2号を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。吉岡議員。はい、15番。じゃあちょっと2、3点、お聞きいたします。予算書の説明書の中の方の、13ページの方から、入りますけれども、一番下段の方で委託料では電算システムの運用開発委託料の中で説明の中で、これからの健康についての、健康ポイントセットかなんとかいう、説明がありましたけれども、ちょっとそれについての、より詳しい中身をですねお願いしたいと思っております。次めくって、一番上段の、ゴミ処理のところの434万1000円、前期でもちょっとお聞きしたんですけれども、この件についての、内容ですね。で特にまた、公園がなんか、整備されるような計画もこう我々も知っているわけですけれども、ちょっとそのについての、関係あるのかですね、この予算がですね、ちょっとその件についても関連しながらお聞きしたいと思います。それと、6巻の、農業振興費の中の委託料、390万、ゆりの濃度というんですかね、ちょっとそれの、説明がありましたけれども、どの付近のどういう形で、改良していくのか、それとその下の方の土木費の、200万、ちょうど改良の中で JR の百合の踏切の改良をお聞きしたんですけど、ちょっとどういうところでどういう具合にこう、変わっていくのかですね、安全面とか、それと一番下段の、公園ですね、300万。今よくこう公園の整備について希望等々がありますけれども、どういうところでどういう具合な形で整備されていくのか、ちょっとその点、2、3点、ありますけども、よろしくお願いいたします。志田健康保険課長。それでは議員 の、 質問にお答えします。ポイント制についてなんですけども、これは平成30年度からの新規事業として考えております。目的をですね、歩くことなど の、 健康づくりをした方にですね、インセンティブを付与してですね、元気になってもらおうという事業になります。目的は先ほど言いましたけども、そしてプラスですね、健康無関心層の掘り起こしということで、あまり健康に関心がない方をこの付与を与えることでですね、参加してもらおうというような事業になっています。参加のですね、対象者をですね、一応20歳以上というふうに考えております。実施期間を平成30年度から3年間を予定しております。で最初のですね、参加希望を800人で、3年目に2000人希望を考えております。でこのインセンティブということなんですけども、例えば歩くことによってポイントを獲得する、で役場が行う健康に関する講演会とかに来ていただいて、またポイントを獲得するというように、
いろいろな健康づくりに参加することでポイントを貯めてもらいます。でその貯まったポイントに対してですね、まだ決定はしてないんですけども、例えば町内の商品券であったりとか、そういうようなインセンティブを与えるというような流れになります。そしていつの間にか健康になってるっていうような事業を目指していきたいと考えております。でそのためにですね、最終2000人とかしておりますので、個別のですね管理が非常に大切になってきます。個人の情報であったりとか、ポイントの管理、そして交換したものの管理、こういうのをですね、システムを通して管理していきたいと思ってますので、今回の補正の方で挙げさせていただいてます。以上です。栗山住民環境課長。14、15ページの一番上段の、ごみ処理費の、負担金について、ご説明をいたします。まずこの負担金の、中身ですけども、公園の工事に伴う、費用は、含まれておりません。内容といたしましては、本年度法改正によって、クリーンセンターの方に従事をしていただいております短時間労働者の方、11名分が該当しますけども、この方の、方々の、社会保険料を新たに付与する負担することになったために、補正をしたものでございます。もう一つが、新たに今年度よりゴミの中に含まれるスプレー缶ですね、いろいろ整髪料とかいろいろございますが、これの、自動で機械で穴を開ける機械を新たに購入するもので、補正をさせていただくこととなっております。以上です。中島産業振興課長。15ページでございます。6巻農林水産業費業費1項3目農業振興費の13節委託料、地籍測量図等作成業務委託料の390万でございますけれども、これにつきましてはもうすでに整備済みでございますけれども、和楽団地のですね北部北一番上側からですねを起点としまして、高田フレ農園を経由いたしまして、ゆりの第二団地までを結ぶ、延長1742メーターの濃度ゆりの線ということで整備をしてきておったわけですけれども、合計75室のですね用地買収を行って道路を築造してまいってきておりますだけれども、そのうち11室につきましてですね、現在も登記がなされていないというのが状態となっておりまして、早期に登記の完了を図るために今回補正をお願いを申し上げております。委託内容につきましては、この登記に必要な地籍測量図の作成のためのですね分筆測量を実施させていただきたいと思っているところです。以上です。稲子土木管理課長。お答えいたします。8巻2項3目15工事受け負い費の、ちょうど改良舗装工事費200万でございますが、これは議員ご指摘のとおり指の踏切の工事費でございまして、当初予算で1000万、計上させていただいて今工事を進めているところでございますが、踏切部分がですね現在アスファルトでございまして、で JR のその、鉄道といいますか鉄の部分とですねあそこにこう歩行者が行くとですね滑りやすいということがございまして、この部分をゴム製のものにですね、変更をしたいというふうに考えております。長崎で言いますと長井はなかなかないんですが、長井のブリッコホールの踏切のところがちょうどゴムの部分でですねちょっと全然滑らないような感じになっております。以上そういうような感じでですね、変更して子供を抱いて滑らないようにですね、子供さんも滑らないようにということで安全面に確保したいということで今回、計上させていただいたところでございます。それと一番下の8巻5項5目15
工事請負費、工事整備工事費300万でございますが、この分につきましては、遊具の部分、遊具の方をですね、補修を何箇所かしたいというふうに考えております。で、早急にですね、滑り台とか、例えばブランコであるとか、こちらの方の補修をですね、今年度やっていきたいということで、今回計上させていただいたところでございます。以上です。他に質疑はありませんか。安倍議員。今ご回答があったところの、ちょっと公園修理、整備工事のについてお聞きいたしますが、現在、その公園、各地区の公園を、その補修のためでしょうか、囲いをしていると思うんですけれども、あれはその工事自体はいつから始まり、どのようにいつ終わるのか、そのあたりをお知らせてください。名護土木管理課長。はい、お答えをいたします。現在、94公園ございますが、この中で36公園、遊具といたしまして70何箇所かの遊具をですね、今現在、プラスチックのフェンスで囲ませていただいております。この分につきましては子どもさん のですね、安全面を確保したいということで、ちょっと遊具が錆がちょっとひどいというところも結構ございましたのでですね、現在囲ませていただいておるところでございます。で、その部分全部70何箇所すべてはなかなか難しいと思いますが、例えば一つの公園に2つ遊具があって、どちらもフェンスで囲まれているということについては、どちらか一方だけでもですね、修理をしてフェンスを外してどうぞ遊んでくださいというふうにしたいというふうに考えておりますので、だいたい時期的には10月ぐらいから工事を始めまして、年度内には全部は無理だと思います。何箇所かは開放して皆さんにお使いいただきたいというふうに考えておりますが、時期的には年度末まで、で箇所数につきましてはちょっと今の時点ではまだ想定はできませんが、できるだけ多くの遊具をですね、開放していきたいというふうに考えているところでございます。以上です。安倍議員。はい、理由は分かりました。10月から今年度末というと約半年間ぐらい使えない可能性もありますので、自治会の方からもちょっと苦情が出てまして、その間使えない間、子どもたちにはどうするんだというふうなご意見もありました。それからあと自治会の方にも全くその囲いをするのにあたって連絡も何もないので、それはどうしてなんだというようなご意見もありましたので、そのあたりをお聞かせください。日野後土木管理課長。はい、お答えいたします。自治会の皆さんにはですね、前段といいますか、先にお示しをしてですね、囲いを囲んでしまったということは大変申し訳ないというふうに考えておりますが、私どもとしてましてもですね、まずは子どもさんの安全と、先にですね、安全を囲うと思ったものですから、先に囲いをさせていただいたところでございます。これから自治会の方、当然先ほど言いました2つ止まっておれば1箇所だけとお話をさせてもらいましたが、その分については当然自治会の方とお話を今後させていただいてですね、どちらがいいのか、例えばこっちの滑り台がいいよということであれば、そちらの方を先にというふうな感じで、これから自治会の方と十分協議をさせていただいてですね、修理のする遊具の方をですね、決めさせていただいて開放していきたいというふうに考えております。他に質疑ありませんか。安藤議員。それでは私も事項別明細書で、12ページ13ページの3館民生費のところかで、ですね、20施設の扶助費ですね、子ども医療費についてお尋ねしますけれども、これは、福祉医療費の対象拡大によるものではないかと想像するんですけれども、まずそうなのかということと、あと、中学生までの入院まで対象が拡大されると伺いましたけれども、いわゆるその年間どのくらいの支出を見込まれているのか、この予算と該当するのかちょっと分かりませんけれども、そこも関連してお答えください。
村田子ども政策課長。はい、今回計上させていただいている子ども医療費の分は中学生の拡大分だけではなくて小学生の不足の部分も一緒に合わせて計上をさせていただいております。で、中学生の入院の分につきましては試算をしているのが全体で249万2千円を見込んでおりまして、で今年の10月からということでその半分の124万7千円が対象拡大分、それから残りの1千万程度がですね小学生の不足分ということで計上をさせていただいております。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第53号は総務文教常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第53号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第53号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第6議案第54号平成29年度長与町駐車場事業特別会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第54号は総務文教常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第54号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第54号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第7議案第55号平成29年度長与町国民健康保険特別会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第55号は産業構成常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第55号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第55号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第8議案第56号平成29年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第56号は産業構成常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第56号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議はありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第56号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第9議案第57号平成29年度長与町介護保険特別会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第57号は産業構成常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第57号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第57号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第10議案第58号平成29年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算第1号を議題としております。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第58号は産業構成常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第58号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。
異議なしと認めます。したがって議案第58号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第11議案第59号、平成29年度長与町水道事業会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第59号は産業構成常任委員会に付託します。お諮りします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第59号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第59号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第12議案第60号、平成29年度長与町下水道事業会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第60号は産業構成常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第60号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第60号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第13議案第61号、平成28年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第61号は総務文教常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第61号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第61号は9月20日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第14議案第62号、平成28年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第62号は総務文教常任委員会に付託します。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第62号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第62号は9月20日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第15議案第63号、平成28年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出予算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第63号は産業構成常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第63号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第63号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第16議案第64号、平成28年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第64号は産業構成常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第64号は会議則第46条第1項の規定によって
9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第64号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第17、議案第65号、平成28年度名古屋城介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第65号は産業構成常任会に付託します。お分かりします。ただいま産業構成常任会に付託しました議案第65号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第65号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第18、議案第66号、平成28年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第66号は産業構成常任会に付託します。お分かりします。ただいま産業構成常任会に付託しました議案第66号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第66号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第19、第19、議案第67号、平成28年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第67号は産業構成常任会に付託いたします。お分かりします。ただいま産業構成常任会に付託しました議案第67号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第67号は9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第20、議案第68号、平成28年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第68号は産業構成常任会に付託いたします。お分かりします。ただいま産業構成常任会に付託しました議案第68号は会議則第46条第1項の規定によって9月22日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第68号は9月20日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第21、議案第69号、人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お分かりします。ただいま議題となっています議案第69号は会議則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第69号は委員会付託を省略することに決定いたしました。これから議案第69号の討論を行います。まず反対討論ありませんか。次に賛成討論ありませんか。
討論なしと認めます。これで討論終わります。これから日程第21議案第69号人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。本案は原案の通り適任とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は原案の通り適任とされました。次に日程第22議案第75長与町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。西岡議員。広田恵子氏ですが、人間性、人格ともに、申し分ないのですが、市は都立の、都立公民館、マイクを、あ、失礼、市は人間性、人格申し分ないのですが、都立公民館の館長ではなかったかなと、私は記憶をしております。で、ここにちょっとですね、読んでみますと、委員は地方公共団体の議会の議員もしくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員もしくは委員または地方公共団体の常勤の職員もしくは地方公務員法28条の第5項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない、いわゆる兼職の禁止を地方業法の第6条で定めております。で、公民館の職員さんというのは、公民館の館長さんってこれに当たるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。宮地教育総務課長。議員を指摘の、図書館の館長さんというのは、公民館の館長さんというのはこちらの方には抵触しないということで、今回広田委員を推薦しております。西岡議員。抵触しないという考え方の根拠になる法律とかいうのもありございますか。もう一つ、それとその公民館の館長をしておればそっちで当然そちらが優先になります。で、もうご案内のように学校訪問等々あるときに何人かでこれまとまっていきますよね。そういうときにはこれは大丈夫なのかなという考えいたします。その2点についてお願いします。しばらく休憩いたします。
休憩を閉じて会議を再開いたします。帯田教育次長、大変申し訳ありませんけども、ちょっと確認をさせていただきたいのでご時間をいただきたいと思います。それでは45分まで休憩いたします。